皆さんこんにちは、かほなんです。今日は47都道府県制覇の旅、宮城県に来ております。宮城県で今この時期に流行っている、盛んな釣り、マゴチを釣っていきますってか、釣れるか分かんないですけど挑戦します。今7時過ぎぐらいなんですけど、朝一番に釣った人たちがみんなマゴチを1匹ずつ持って車の方に戻っていくんですよ。釣ってるんですよ。多分地元のプロフェッショナルさんたちだと思うんですけど、私にもできる気がしてきた。いや、まさかマゴチ挑戦すると思ってなくて、皆さんウェーダーとか着てるんですけど、そのような装備は持っていないので、こんな装備ですが行ってきます。よしよし、ちょうどね、あの川のところ、あの辺人もいなくて空いてるので、なんか不人気なのかな。いや、そこに行きます。バイブレーションジグを転がすのは難しい気がしてきた。ちっちゃいのにした。気持ちいい。もう構わず入っちゃう。めっちゃでかいやついる。何あれ。我が町ではよくサギはいますが、ハクチョウ、スワン、スワンじゃないあれ。ジグに変えて3頭ぐらいしたら、今30センチぐらいのサバが追いかけてきてて、すぐ足元まで来たんですけど、結局食わずに終わったんですけど、加工なのにサバいるんですね。しかもめっちゃでかくてびっくりした。もうなんかサバでもいい、釣りたい。宮城県で魚を釣りたい。近い。竿2本分ぐらいの距離にいる。お魚何食べてるの。近くね、冷蔵庫投げるんだけど。かわいいな。サービスいいね君。なんか食べとる。ゴミ釣ったと思ったな。カニ釣ってました。待って、どうしよう。はい、4時間が経過しました。結局釣れたのはカニ1匹でしたね。なんか潮の時間なのかな、昼間だからかな、釣り人が減りました。みんな帰っちゃった。私もちょっとお腹空いたので、とりあえず車の方戻ります。じゃ、ではお魚は釣れませんでしたが、宮城県でどうしてもやりたかった郷土料理があるので、それをね、今日昼ご飯で作っていきます。はらこ飯という郷土料理で、食材はこちら、鮭とイクラ、親子ですね。親子買ってきました。本当はキャンプ場での朝ごはんにって考えてたんですけど、釣りがしたくて飛び出してきたので
お昼ご飯作ってきます。ではまず、醤油、お酒、みりん、水、砂糖、煮ます。これで鮭と汁になりました。で、この煮汁はこの後使います。本当はアクを取るらしいんですけど、環境が今そこまで整っていないので、アクもそのまま入れちゃいます。ご飯を入れちゃって、これで炊飯します。できました。せーの、パク。はあ、めっちゃ美味しそう。いい色ついた。味ご飯的な感じ。はあ、めっちゃいい匂いする。鮭の香りがすごい強い。こっちに移しちゃおうかな。で、これに、ここにさらにイクラを乗せちゃうらしい。すごい豪華じゃない？もう海の親子丼じゃん。できました。これが宮城県の郷土料理、はらこ飯でございます。綺麗、美味しそうすぎる。ではいただきます。おお、見てこれ見てこれ、めちゃくちゃ豪華。うまい。美味しい。この鮭の身は結構味が優しい感じで、でもこの香り、魚の香りがグッとして、ご飯も味しみしみで、イクラがプチッと弾けていい香りがします。うん、美味しい。熱い。ごちそうさまでした。美味しかったです。究極の海の親子丼でした。この後は明日とあるお山に登りたくて、で明後日白鶴さんの撮影があるので、それが結構朝早いので、明日の山も早く登って早めに降りてこようということで、今日は早寝をしますので、まだ食べてない名物あるので、明日のお山で食べたいので、それを買いに行って今日は終了って感じですね。では今回の動画は以上となります。最後まで見てくださってありがとうございました。よかったな Twitter、Instagram、チャンネル登録よろしくお願いします。そして高評価ボタンいただけるとすごく嬉しいです。以上、かほなんでした。バイバーイ。ずんだ餅買いに来ました。餅って書いてある。いってきます。